はい、皆さんこんにちは。琵琶湖ガイドのジーコ長谷川です。今回は3月末に一人で調校した時の動画が残っておりましたので、そちらの調校についてレポートしていきたいと思います。この日なんですけれども、ちょうど昼ぐらいからフィールドに一人で出ました。一番の目的は取り付けられた魚探のチェックだったんですけれども、チェックをね、早々に済まして、ちょっとフィールドに出たくなったので、軽く釣りもしてみました。魚探の方をですね、新しく今年入れ替えてきてますので、そちらの方もまた動画で紹介したいとは思ってます。で、まあ魚探のチェックということで、まず安川から入っていったんですけれども、魚探がね、どういうふうに映るか、新しく入れ替わった時にですね、そのどのように変わっているかとかをチェックするには、まあ、普段一番よく見てる場所で、照らし合わせて違いを見るのが一番なので、そういった意味でね、近場の安川、よくね地形なんかも把握してるし、まあ、橋脚や石積みなどマンメイドストラクチャー、水中の中のストラクチャーを実際に目で見える水深、そして魚探で映し出して、その違いが一番よく照らし合わせやすいので、そういった意味でね、安川の方を魚探でチェックしていきました。でね、まあ久しぶりのフィールドだったと思うんですね、この日で。あまりその実際実調に対しての情報というのはあまり入れてなくて、で、まあ、魚探のチェックのつもりで出たんですけれども、数日前にね、確か雨が降ってたはずだと思うんですけど、思ったよりね、安川の方濁りが入ってないなっていうのを、まあ無意識的に感じてました。ちょうどね3月末なので、プリスポーンがバスの動きが活発化してきて、実際釣りをするのもすごいいい状況なので、無意識的にね、やっぱりフィールドに出ると、今バスのポジションとか、どうやったら釣れるのかなっていうのをね、やっぱり考えてしまいますね。で、まあそうして1、2時間魚探のチェックをして、一通りまあ大丈夫だなっていう感じだったので、ちょっと釣りしてみようかなっていうふうに思って釣りに入っていきました。安川見た時にですね、やっぱり、濁りがあまり入ってないということで、これそんなにイージーじゃないのかなと。濁りが入ってれば、比較的浅い水深で、もうすでにね魚は上がってるはずなので、比較的浅い水深でプリスポーンらしいバスをキャッチできるのかなと思ったんですけど、安川の、ね、濁りから察すると、そんなに、本湖川外に出ていっても濁りの影響は出てないのかなというところがあったので、ただタイミング的にですね、どうしてもシャローに上がりきった後なので、シャローに魚がいないはずはないなっていうのを想定してました。で、まあシャローをチェックしに行ってみたんですけれども、まあその濁りの状況から、ビッグベイトとかスピナーベイトとかクランクベイト、そういった種類のルアーではなくて、もう少しナチュラルに攻めれるルアーの方がいいかなということで、まあネコリグとか、IGK デビルステールの IGK、そういったルアーがメインになるのかなというところで、やったんですけれども、今ねミスバイトからの食い直し、バラしたくない、こいつはバラしたくない。デビルズテール、あいじめき、バラしたくないね。慎重に行こう、慎重に。
サイズ、トライサイズよ。おいおいおいでおいで、よっしゃー、ういデビルステール、5インチ合い響き、サクッときたよね。早々にね、デビルステールの5インチ脳進化合い響きに反応が出てくれました。あ、釣れるんだっていう感じでね、まさにその思ってた場所、思ってた釣りで結果が出たんで、そのスポットをもう少し、探ってみたところ、まあ、同スポット同エリアの、少し場所を変えたところで、もう一本、バスをキャッチすることができました。いい感じでございます。デビルズテールのエイジがいい感じでございます。よっしゃー、ういまた来ました。よっ、はい、デビルズテールの脳進化合い響きですね。春らしい場所、春らしい食い方、ナイスフィッシュじゃないでしょうか。やっぱりシャローには魚上がってきてるんやなっていうのを思ったのと同時にですね、違うエリアの同条件の場所がですねポンポンと頭に浮かんでですね、最初に釣った2匹は東岸だったんですけれども、まあ西岸の同じようなシチュエーションがある場所がポンポンと頭の中に浮かんだんで、ちょっと行ってみようかなということで、そこから西岸に移動してみました。それでね、まあ、その条件のところもやってみたんですけれども、またそこでもね同じ釣り方で2匹をキャッチすることができました。おっしゃ、あ、いい字、こんなちょっとちっちゃいね。いやー、ひどい。はい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 、デビルズテールの合い響きね。また食ってきたよ。よし、くわ、よし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 、よし、はい、またしてもデビルズテールの脳進化合い響きで、こいつはね40アップだね。食ってきました、いい魚。はい、サンキュー。3匹釣ったらダメになったね。もう付け替えてもう一度狙ってみましょう。レンタルボートの就業時刻かな。ボートがいっぱい入ってきたね。
よしよっしゃー、あっ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 、やばい、巻かれてる巻かれてる巻かれてる、これはやばい、これはやばい、これはやばい、足に巻かれてる、これはやばい、これはやばい、これはやばい、よし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 、オッケー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 、ふふふふふ、パープル降りろ、パープル降りろ、オッケーオッケーオッケー、ふい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 、うい、4本目、はい、来たよ、足の際から湧いてきた感じ、またデビルズテールだ、脳進化、愛字引きで釣っちゃいました、いい魚だね、うん、バスが上を向いてる感じ、そんな反応が続いてますね、へい、やっぱりね、そうだったんかっていう感じでしたね、非常にね短い時間でこういった釣果を出すことができたんですけれども、最初の安川で状況を見て把握して仮説を立てた、それを試しに行ってすぐにその仮説がから結果が出たことがつながったと思います。まあどういうタイミングでも、まあ、僕そういう考え方で釣りすることが多いんですけれども、とりあえずはねやっぱりその自分が一番よく知ってる場所、熟知している場所から入って、その場所が今どういう状況にあるのかっていうところを、まず把握しておくっていうのは非常に重要で、そこをねしっかり最初に見ておくことによって、全体の状況がぼんやりと見えてくるというふうになって、どういうところで釣りをするかなっていうのが、頭の中で仮説として出来上がってくるので、実際に、今度はそれを試しに行ってみると。で、それが、まあ、正解だったか、不正解だったかということですね。で、まあ不正解だった場合は、それが、なぜ不正解なのかということをまたそこから考えて、次の仮説を立てていく。正解だった場合は、また、今回のように、同じ条件のところを思い描いて、さらに、それを革新的なものにするためにチェックしていくと。そうするとね、本当にそれが正解だったかどうかっていうのがより強くなったりとか、実は正解だと思ったものが違ってたりとか、自分の想定が当たる確率を上げていくことができると思うので、非常にバスリーにおいてそういった部分は重要だと思います。なかなかね、始めたばかりの人とか、まあ初心者、中級者の方が、そういったその精度の高い釣りをしていくっていうのは非常に難しいとは思うんですけれども、常にですね仮説を立てて実際フィールドに立ってロッドを振るっていうのは非常にバスフィッシングにおいて重要なことだし、楽しいことだと思うので、そういった部分を常に意識してフィールドに立つといいと思います。はい、まあ今回の点をまとめるとすれば、常にですね自分の指標を持つことが重要だと思います。自分の指標をしっかり持つっていうことは、一つね何かを釣りにとか場所とか何か自分に絶対的な自信を持つっていうのが非常に重要になってくるので、まあ時間はかけてでも本当に一つのことをしっかりやりきるっていうのはね非常に重要なのかなと思います。どうしてもね今のフィールドに立つまでにですねインターネット SNS っていうのが発達してて情報が非常にたくさん取り入れようと思うと取り入れてしまうので、どうしてもね、特に釣果情報に左右されて、それだけでこうポイント選択したりとかルアーを選択したりするしがちになってるのかなと思うので、そういったところから入っていくと、釣れた時は、まあ、釣果としてはいいんですけど、釣れなかった時の、次へのステップアップっていうのが非常に難しいと思います。まあ、逆にね、釣れたとしても、それが、なぜ釣れたかっていうのはちゃんと自分の頭の中で出来上がってないと、次の兆候にね、つながらないと思います。そうするとまたね、その上辺だけの兆候情報みたいなものを、頼ってフィールドに立つと、次への展開っていうのが非常につながりにくくなってしまうと思うので、そういった点をねちょっと注意して、やっていくことによって、バス釣りはどんどん面白くなるかなと思うので、今回ね、たまたま魚団チェックで
出たフィールドでこういうことが起こったので、ちょっとレポートしてみました。またね、こういった情報あったら動画にしたいと思いますので、またぜひご覧ください。今日はこんなところで、それではバイバイ。